氷河から誘拐した水が流れ込むペート湖。ペート氷河とは北アメリカ大陸の北西部カナディアンロッキーに存在する氷河の一つである。また、ワプタ表現から流れ出す氷河の一つとして知られる。なお、この氷河はバンフ国立公園内の氷河の一つでもある。ペート氷河はカナダのアルバータ州に存在する氷河の一つで、おおよそ 北緯51度40分41秒、整形116度32分50秒付近に位置する。ここは万フの町の北西約 90km にあたり、アイスフィールド高速道路を使えば近くまで来ることができる。ちなみに、この氷河の末端部で誘拐した水は付近にあるペイトコへと流れ込んでいるが、この水には氷河が削り出した微細な粒子が含まれているため、 入社する太陽光が散乱され、この湖はターコイズブルーに見えるので観光名所となっている。ベート氷河は急速に後退している氷河として知られており、特に20世紀の後半に入ってからの後退は激しい。1896年から1996年の100年間で、この氷河の体積は1088.506。 立方メートルを失ったとされる。また、初めて行われた学術調査の時と比べると、その質量の70%が失われたとの報告もある。なお、この氷河の近くに自動気象観測装置が設置されたのは1987年のことで、それ以降については、日射量、気温変化、降水量のデータが存在する。ちなみに、 近年縮小傾向にあるのはこのベート氷河だけではなく、ベート氷河が流れ出しているワプタ表現自体も縮小しており、さらに同表現から流れ出している他の氷河も縮小傾向にある。ウォレス、アリステア・レノックス、ダムス、m n r ケラー2006ありがとうございます。